どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はうまい弓使いは基本が違う、弓上位勢を観察して気づいた行動まとめとなります。上位勢の弓の動きって見てて気持ちいいですよね。直当てもたくさん出ますが生存率も高く粘り強いイメージです。そこでふと感じた疑問なんですが、このキル力と生存率の違いって何なのでしょうか。そこに焦点を当てて観察してみると基本の動作が全然違うんですよね。違うというか質が高いという感じです。キルや立ち回りがズバ抜けているのはもちろんですが、それを支える基本的な動作を徹底しているというのが目立ちました。そこで今回は上位勢が徹底していた基本動作を分析していきたいと思います。参考にするのは XP3000 経験の荒太郎さんのプレイ動画となります。基本動作に焦点を当てて解説をしていきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。本題に入る前にですが、そもそも上手いプレイヤーって何が上手いんでしょうかね。メインの切り力でしょうか、それとも立ち回りの徹底力でしょうか。この2つも大事なことは大事なんですが、いくつかのメモリープレイヤーを見て感じたのは基本の動作が違う、まあ上手いという点ですね。切り力でも立ち回りでもなく、なぜ基本の動作なのかというと、切るも立ち回りも基本動作が元になった行動だからです。弓の基本動作というのはデスを抑えた動きが重要となります。後衛としてデスをしたら元も子もないですからね。そのため武器としての間合いを維持するための行動や対面時の被弾の抑え方といった基本的な動作が必要となります。いくらキルが取れていてもそれと同じだけデスをしてしまったら意味がないですからね。後衛としての圧力を常に与え続けていくのであれば、この基本動作は徹底したい部分ではあります。それでは上位勢の試合を見て特に目についた基本動作について解説をしていきたいと思います。まず一つ目は距離を一定に保つということです。メモリープレイヤーをいくつか見ているとこの距離の保ち方が一番目立ちました。というのもこの距離を一定に保っているということもあり、敵との対面との有利性や交代の判断っていうものにつながっているんですよね。例えばこのシーンですが、味方が自陣近くでやられていた場合、視線を右に向けてます。さらにここから一つ上の高台に移動します。一見普通の動作に見えますが、敵が一気に2枚詰めてきているところを見ると、判断が遅れたらデスしていた可能性が高いというところになります。このように返り討ちにするにしても、しっかり距離を意識していると、交代したとしても有利に対面を進めれるということがあるわけですね。ここに味方もカバーに入っているので、より安定して対処ができるわけです。距離を保つというのと、攻撃を効率よく当てるために維持したい距離感になりがちですが、危険察知という部分でも優れていると思います。自分が一方的に攻撃ができ、かつ生存もできる距離感をしっかり意識するのは、優位性を持つ上では大事ですよね。この距離感が間違えていると相手が詰めてきたとしても粘りすぎてしまうことにつながるのかなと思います。ここは結構大きな差だなと思いますね。粘りすぎて対面負けして後衛ポジションを取られてしまったとなると取り返すのに一苦労ですからね。そういったことを事前に防ぐ意味でもこの距離感をしっかり抑えて交代するのは大事な基本と言えるかと思います。二つ目は壁に張り付くということです。これは対面において生存を上げる重要な要因になっていると思います。後衛として壁は攻撃とポジションを維持するために切っても切れない場所ですよね。トライストリンガーなどの後衛に関しては体を探しながらチャージをするため、環境を活用するのは大事なこととなります。この中でも特に重要になってくるのが壁の使い方になるわけです。どんなに上手いプレイヤーでも壁を使ってないと一瞬にしてやられちゃいますからね。例えばこのシーンですが、敵の攻撃を受けますがすぐに壁に隠れています。これにより攻撃を防いでカウンターを入れています。またマヒマヒのような狭いマップでは
前線を抑え込むために壁を活用して敵を常に牽制しています。単純に壁を使っての攻撃ですが、相手との対面においてもとても重要なのがわかります。逆を言えば、壁から体が離れない限りは耐えられているんですよね。ちょっとした行動の徹底ですが、粘り強くなっています。もちろん危険察知で交代するタイミングも覚えないといけませんが、壁を挟むことによって効率よく攻撃を避けています。それと同時に攻撃を押し通すきっかけにもなっているので、大事な行動だと言えますね。また交代するときなんですが、逃げる先も壁がある場所になっていたのも目立ちました。一つ後ろにある壁のある場所に逃げていたんですよね。うまく逃げれればそこから攻撃をすぐ行ってました。壁から壁に場所を変えていくような動きだったんですよね。これなかなか忘れがちなところだと思います。普通なら急いで逃げそうですが、この動きは意識したいところです。3つ目は人数の圧を積極的にするという点です。これは味方のカバーの速さだけでなく、人数有利を作るきっかけになってました。弓の強みというのは射程を生かした攻撃ですが、後衛として味方の状況に気づきやすいというのが特徴です。そのため味方の位置によってはカバーを入れて人数有利を作るというのは基本の動作となります。では上位勢は圧のかけ方は何が違ったのでしょうか。それは徹底して人数をかけていたというところがあると思います。それは当たり前じゃないかと思うかもですが、これは味方の人数に左右されないという特徴もありましたね。例えばですが、2対1という味方が対面を圧をかけていた場面があります。このシーンを見た時なんですけど、大体の人は人数有利だからカバーに入らなくても大丈夫なんじゃないかと思う傾向にあるかと思います。ですが上位勢の動きだと問答無用にカバーに入るんですよね。徹底して潰しにかかっているんですよね。でこの理由なんですが、そもそも2対1という場面において絶対的な有利なところなんですが、やられないというリスクがゼロではないというのが言えるからだと思います。上位帯になると本当上手い人ばっかりですからね。仮にここで味方が2枚落ちた場合、試合展開は一気に悪くなります。この小さなリスクをしっかり処理してるんですよね。大丈夫だろうじゃなくて大丈夫に書いている感じです。この人数の圧に関しては1対1の味方足場有利でも現れていました。徹底して人数をかけていたんですよね。その回もあって人数を多く確保したまま次の対面を有利に進めていたので、この徹底はかなり大事なことかなと思います。油断してないというわけではないですが、リスクを全て潰すっていう意味ではとても重要な行動と言えそうです。人数が多いから大丈夫ではなく、しっかり落とすという意識に変えていきたいですね。はい、ということで今回ここまでとなります。うまい弓使いは基本が違う、弓上位勢を観察して気づいた行動まとめはいかがでしたでしょうか。基本といっても上位勢になってくるとどんな場面でも徹底していますよね。常に壁を伝って移動しているのを見たときは、それだけで移動の質が違うなというふうに感じました。また粘り強い攻撃もこういった基本ができているからこそだと思いますので、今からでもしっかり身につけていきたいところですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。